いらっしゃいませ。ケイと申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので、日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。俺と話して上達すればいい。そう言っていただけると嬉しいです。いっぱい話しましょうね。何がいいですか？はい、お願いします。チアーズ、乾杯。日本の料理って本当に美味しいですよね。日本食何が好きですか？寿司だな。お寿司、やっぱりお寿司ですよね。あー、お寿司大好き。お寿司食べたくなってきた。蒼天堀ではみんな関西弁話すんで、時々何言ってるか分かんない時があるんですよね。日本人でも分からない時がある。そうだったんですね。英語も地域によって全然違いますから。そうですよね。Got a present? Thank you. 上流さん、ストリーマーってわかります？ライブ動画の配信者だろう。さすが上流さん、何でも知ってますね。そう、私実はライブ配信とかしてるんですよ。まだ誰にも言ってないんで、知ってるの上流さんだけです。また来てくださいね。上流さん、お待ちしてました。動画配信してると常に次何しよっかなって悩むんですよね。上流さんだったらどういう配信したいと思います？カラオケ配信だな。なるほど、その声なら人気出ちゃうかも。やってみたらどうですか、上流さん。何がいいですか？はい、お願いします。チアーズ、乾杯。上流さんってモテそうですよね。かっこいいし、体格もいいし、背も高いし、イケメンだし、声も渋いし。確かにモテるぜ。やっぱりそうですよね。ライバルが多くて大変だ。上流さんって聞き上手ですよね。
何でも話したくなっちゃうわ。お前に興味があるからな。そう言われると今日はもう止まんないぐらい話しちゃいますよ。 You're gonna stay long tonight。 上流さん、私目標を決めました。何だと思います？伝説のストリーマーになることだろう。そうなんです。伝説になれるかはちょっとわかんないですけど、でもみんなに愛されるようなストリーマーになりたいなーって。また来てくれるの待ってるね。会いに来てくれたんですか？嬉しい。やっぱり持つべきものは友だと思うんですよ。上流さんは親友っていう感じの人いますか？ネットの向こうにいる。そっか、今はそういう関係もありますよね。インターネットの奥だからこそ真に仲良くなれるみたいな、ありますよね。何がいいですか？はい、お願いします。 Cheers to you。 乾杯。飲みすぎちゃったかも。気持ち悪くなってきた。少し顔が赤いかもな。近いですって。そんな近づかないでください。ドキドキしちゃいますよ。上流さんがもし私と付き合ったら、デートはどこに連れてってくれます？まずは俺の部屋だな。やっぱりおうちデートが一番ですよね。外にいても疲れちゃうし、家でまったり映画とか一緒に見るのが一番私は好きだな。私、ストリーマーとして世界中の人と交流していきたいって思ってるんですよ。でも、私のストリームでそんなことができるのか不安で。お前ならきっとできる。やったー！上流さんにそう言われると勇気出る！頑張って絶対人気のストリーマーになってみせますね！頑張ります。この後アフターとかどうですか？ああ、行こうか。やったー。じゃ、また後でね。またしちゃいました？ごめんね、上流さん。いや、気にするな。飯、まだだろ。寿司でも食いに行くか。やったー、お寿司大好き。 Thank you。 はぁ、お腹いっぱい。けど、お腹ちょっときつい。これはまずいかも。
飯食った直後だからな、少しは腹も出るだろう。いや、カロリー取りすぎた、まだ太っちゃう。そう言われてもな。どうするんだ。運動するしかないでしょう。食べたら運動、Simply the best。 うちトレーニング動画あるんで、さあ上流さん行きましょう。上流さん、お着替えできましたよ。一緒に運動しましょう。何言ってんですか、一緒にですよ。運動する前はちゃんとストレッチ一緒にしましょうね。体をちゃんとほぐしてからじゃないと怪我しちゃうかもしれないですからね。さあしっかりやっていきますよ。1、2、1。ちょっと大丈夫ですか上流さん、そんなペースで。私ならまだまだ早くできちゃうんですけど。ちょっと遅れてません？1、2、1。もっと思いっきりいけちゃいますよ。3。結構重いんですからね。ほら、上流さんもちゃんとやるんですからね。あとで、もう無理、限界っす。さすが上流さん、まだまだ余裕って感じっすね。汗かいちゃった。あ、上流さん、よかったらシャワー一緒に浴びません？